はい、どうもご利用さん、今回もクワリプルチロプレゼンしたいと思います。前回はね、あのハケットさんがこのキャンプ場から去るっていうことでね、生徒たちで泊まることになりました。で、何が起こっていくんでしょうか。それではいきます。ハンティングシーズン、狩りの時間。あ、またおばちゃん出てくるかな。戻ってくるだろうと思っていたよ。で、何を見つけたんだ。あ、さっき見つけたカードや。節制か。節度を考え、ほどほどに抑えておくか、それともあえてやりすぎるか、加減に注意することだね。とはいえ、節度を守った結果、かえって遠回りになってしまうこともあるから、惜しい、注意をし、いい、惜しい。もしお望みならもっと見せようか。何を？え、もっと見るって何を？そう言うと思っていたよ。え、何やねん、この玉、金玉、何これ。え、何を見てんの俺は。あ、蚊取り線香、爆発した。え、早くお行き、まだ酔いの口。ユーバーバ、月は明るいとはいえ時間は無限じゃない。ユーバーバの声に隠された秘密は多いんだ。せいぜい自分を見失わないように気をつけな。さあ、カードを探すんだよ。早くお行き。早くお行き。ちょっとユーバーバの声できん。真実か、あ、しゃくり出た、今ゲップ、しゃくり、真実か挑戦か。ジェネラルステーン、スティーン。さて皆さん、ようこそ。大自然の中で頼れるのは己の知恵だけ。理性を保てるのか、それとも空腹に耐えきれずに死肉すら食べるようになるのか。そう、飛行機事故の映画のように。何やねん、どんなオープニングやねんお前。お前、癖ありすぎやろ、お前のオープニング。ジェイコブのフィレステーキ。くどいくらいに広がる濃厚な味わいと、いつまでも舌の上に残って離れないイライラ感。ラカン。病みつきになるという人もいるとかいないとか。カメラワークうまいな。どうだ。ふにゃふにゃのソーセージで針の穴に糸を通そうとしてるみたい。おい、何言って、もう少しだから。ジェイコブ声変わった。あれ、今のセリフ結構傷ついたぜ。あれ、ジェイコブ声変わってない。声優さん、もう少し見てる。今のエマチューブやってん。ドアを蹴る、あかんよ。もう少し顔よ、顔。キモいってお前の顔。マジで。よし、開いた。ほら、え、声変わってない。ヘアピンをまだ、それあげるわ。まだ使えるぞ。器用ね。器用な人って好きよ。マジシャンって呼ばれてるくらいだ。冗談。さて、うん、俺がビールならどこに隠れる。さっきと声違うくない。ほらこれ、ピッ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 。それ何？ねえ。ビールだ、さ、ビールを探してくれるんだ。キモい。まさかここまで底なしのおバカだとは気づかなかったわ。おい、でも割と当たるぜ。私はこっちを見る。収録中コロナになって声変わってもたんかな。みんなに全部持ってかれたわね。ハケットさんってこういうの好きね。いいやん、キャンプグッズ。金庫や。うん、鍵がかかってる。何期待してたの。何期待してたの。お、お、やった
ぜビンゴだ。ほらスイカ見てよこのサイズ。キモ。ちょっと待って、マジゾッとすんねんけど。開けるだろ。ウォッカを入れる。パーティーだ。スイカの中にウォッカを。穴を開けたスイカですることなんて一つだろ。いや、まあ二つかな。おい、何しようとしてんねんスイカで。そう、私はもっといいものを探してくるから。もう一個何か分かったぞ。ごゆっくり。何言ってんねん。ふにゃふにゃのソーセージがよ。ジェイコブ無理や。マジキモい。声もなんか変なったし、自分も分かりました。ふにゃふにゃのソーセージしかすることないやろ。あいつのことやし。なんか鳥肌立つんやけど、あいつ動きと声が。恐怖の宴？お、見たぞこれ。あれ、これクサーカスのやつじゃない？恐怖の宴、これじゃない？クリス・ハケットがこのポスターを持っている理由は定かではないが、剥がし忘れただけだろう。な、こうやってはぁはてなのところが分かっていくんやん。はぁで謎解いていくんか。なんかあるぞ。おもろいなぁ、なんかいろんな意味でおもろい、このゲーム。ツッコミどころいっぱいあるし、普通におもろい。迷路みたいになってんな、この倉庫。こんな使いづらそうな倉庫。あれ？これも見たやん、プロローグで。何？ハケット採石場、サマーキャンプ場、1953年設立。あ、近いか。What's game? うええ、血まみれグマがおったぞ。クアリー。あー、この、下のやつは、何やこれ、何語か分からへんのが来た。クアリー。This game is クアリー。初見です、いらっしゃい。はい、ここ鍵開けたの重要です。絶対に絶対にここ鍵開けたの重要です。エマのストーカー、いや全然違う、なんかハンティングしてる人多分、知らんけど。腰してんなエマ。地図や。目つぶってる。ロッジの改築工事の図面。これロッジの煙突改築工事の図面。走り書きされたメモによるクリス・ハケット予算がないためこの工事を。あ、お金ないんや。 THX Yes Thanks Yeah。あともこありがとう、英語。スチームバイスチーム。アイバイスチーム。あら懐かしい。いや白目向いてるって。キモ。どういうことなんで白目向いてたんこいつ。やばいってこの仮面。ジェイコブを怖がらせよう。このチャンスは見逃せないわね。白目向いてない？ねえ、ビビりまくる大人って見たことある？初見じゃないです。初見さんいらっしゃい。白目向いてるって。よし。白目向いてない？どこに隠れようかしら。 YouTube あげますか？あげますよ。ジェイコブ。エマ、絶対クマやろ。絶対血まみれのクマやろ。
あ、エマやった。あ、違う、ジェイコブやった。なあ、驚かそうったって無駄だぞ。ピエロ怖くない？いや、むしろ好きだ。え、これが好きだって言うの？何や、好きだって。うん、まあ、はあ、こういうのも好き？僕？うん、まあ、これはどう？セクシーなピエロのお友達がぎゅうぎゅう詰めになった不思議な車に乗ってみるなんていうのは。どういうこと？おい、飽きちゃった。よかったのに。どういうことよかったって。お前のテンションが良くないやろ。もっと驚いたれよ。ジェイコブどっか消えたし。ジェイコブに引かれたな。引いてたよな、完全に今。あいつもキモいくせに。ジェイコブどっか消えたし。あいつの方がキモいのに引いてたな、俺に。腹立つ。血まみれの、あいつは？ガタイマックス親父。熊男。こっちには何があるの？鍵が。ジェイコブ呼ぶか。いや、蹴るか。いや、呼ぼう。ジェイコブ！ちょっとこれ見て。ここのドアは開けるぞ。蹴破るぞ。何があっても。ほうほう、なるほど。ドアか。なら任せろ。この俺にな。こいつ薬やってるやろ。キモ。よし。やる。目怖いって。おりゃ。宝の山ね。うりゃ、びっくりだ。こりゃ鍵もかけるわけだ。お菓子とスイカしかない。お宝を荒らしたら怒られる？まさか。だって俺たちは置き去りだぞ。当然の権利だろ。そうね。さて、やりますか。押さえてて。ドアが閉まっちまう。よっしゃ、やったぜ。一丁上がり、任務完了だ。え、何それ。見させて。いいぜ。酒。これあれか、ドアが閉まったら鍵がかかっちゃうんか。ってことは俺出られんくなるってこと。おい、手ぶらかよ。俺のBレーダーが手柄を独り占めするぞ。絶対閉まるやん。帰らないわよ。エマがところどころ白目に見えるんやけど、目青すぎて。これは強盗やで。やっとうこと。お前ら泥棒やからな。なんかリュック拾ったぞ。ちょっと待って。あれ、ちょ待て、チュートリアルエイドの。宝探しは大好き。ちょっとイライライラ。タケット採石場でもそれは変わらない。イラ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 。この森には秘密がある。探す価値のある秘密だ。それを明らかにすれば罪に問われずに済むかもしれない。結局のところ君が語る話には裏付けとなる証拠が何もないのだから。ああ、証拠大事ってことね。謎解きの時間だ。写真を撮ったり証拠を集めたりすれば無実を証明できる。なるほどね。かもしれない。え、撃たれてるやん。おい、何してん。じゃ、もうええぞ。ああ、お前の顔に戻ってきたな。拾ったやつが見たいね。ジェイコブ、ちょっと来て。え、これ拾ったやつ。どれ拾ったっけ俺今。これか、キャンプってやつか。地図とかもあるんや、これ。無理だ、ドアが閉まっちまう。多分キャンプ用品ね。あ、そうか。テントなら焚き火場にもあったし。引っかかれた跡がある。もう行くか。真実への仕破れたバッグ。出た証拠。引き裂かれたハイキング用バッグ、何箇所か血の染みがついている。はあ、
収集した証拠10個中1個、これが何かの証拠になるんか。今のしゃっくりなゲップじゃない。おい、ショットガンあるがな。うん、どうした。銃よ。おお、すげえ。あいつ撃つか。番号も。さっきの金庫じゃない。危ない危ない。アホかお前。オッケー。なんで持ってくね。危ないってほんまに。武器は争いしか生まんぞ。お菓子持ってかんの。やばいってショットガン担いでるって。バイオハザードやん。見た目バイオハザードになってきた。本当に持ってくのか。ええ、クマ対策よ。さてこの大荷物を持ち帰る方法を考えないとな。歩いて持ってけんの。ショットガン担ぐんマジ。エマ、あ、ここで目的が出てくるのね。タロット、あー、これで見つけたカードか。オッケー。あ、さあここ開けたからこっち側から出るか。いや、エマは可愛いんやけどな、普通にしとったら。ありがとう。よし。あ、開けようや、ついでにそこ。何が入っとん。やった、大したもんだ。ピストルの弾。待って、これ爆発してたぞ。これだけか。見たぞ俺。あとは花火ね。何、花火。まあね、でもこれは。いやいやいや、エマ、やろう。いや、なんか役立つかもしれない。クマとか来たらさ、まあ、これ撃ってビビらせて逃がしたりできるし。楽しそうね。イエーイ、最高。花火だ。よし、じゃあ決まりだな。あ、持っていこう。いや、ガチウッディやん。動きウッディやん、お前、ね。ジェイコブは興奮した様子だ。さっきそこでボロボロのバッグを見つけたの。破れてて、ついてたのは多分血じゃないかしら。おい、まさか。待て、そこを動くな。あ、やったぞ。ピーナッツバターポップだ。ほら、あ、トキワバラ、ありがとう。ピーナッツバターポップだぞ。わかったわかった。バターポップって何それ、バターポップ。まさか知らないなんて。よし、いいか。ポンポン、ピーナッツバターのバターポップ。ポンポン、弾けるよ。ポン。いいか、こいつはまさに神スナックだ。ウッディやって、お前。ポップコーンみたいな感じなの。は、違う違う違う。ポップコーンなんかと一緒にすんな。こいつは唯一無二、スナック界における至高の存在なんだ。まいったな、子供の頃に食べて以来だ。楽しみにしとけよ。ちょっと待って、賞味期限とか大丈夫。まあ食えるだろう。20年くらい経ってそうじゃないの。まあ、賞味期限とか大げさだって。いやよ、食えばわかるって。無理。一人で食ったやん。入り口に猫車があったよな。物の運搬に使おう。え、今なんて。ブツ、インゴだよ。お宝とかヤバいものとかさ。じゃなくてその前、猫車。それ、猫車って何。台車。つまり、あ、荷台に取っ手がついてるんだ。そこにいろんなものを積んで運べる。あ、そういう。え、どういうこと。ポンポンピーナッツポン。違うやろ、そんな歌じゃなかったやろ。よし。え、ポンポンピーナッツポンやったっけ。ポンポンピーナッツバターポンじゃなかった。全然印象に残らん歌やったな。さてと、聖域探索だ。事務所だろう。ここで奇跡が起こるんだよ。
そうか、早くしてくれ。まあ、サクッとやっちゃうからさ。スイッチオンだ。あ、充電。ポッドキャスト？充電すらもさしてくれんのか。ああ。チョコられてたもんな、充電するだけで。こいつの顔なんなんマジで。何聞いてるの？なんてタイトル？今聞いてるやつは。世紀の不思議体験だ。幽霊とかそういうの？そうだな。他にも超常現象とかいろんなジャンルがあるけど、どれもまさに世紀の不思議だよ。世紀の不思議。世紀の何を受けてる？何笑ってね。さて、一丁ハケットさんの隠し事を暴いてみますか。ちょっとディランキモいよな。あの人のことを探るのは気が進まないな。わかる。どうせ無垢な子供を集めてサマーキャンプを開くような大人がそんなヤバい秘密を隠してるはずないし。ハケットさんに限ってそれはない。親切な人さ。なんか隠してそうやったけどな。クアリー最高、ありがとう。何を隠しとんやろハケットさん。すごい年代物。かけてみるから番号教えて。なんで？デートに誘うため。そりゃ君をデートに誘うために決まってるだろ。なるほどな。これで携帯にかけたら。ライアンは興味持ってしちゃいそうだけどね。え、何？おい、誰だ？ディランって言われたで。もしもし。え、声が聞こえたような気が。デートに誘えばよかっただろう。そうか、しくじった。え、ディランって言われてた。ああ、ショットガン取れるんか。ショットガン持った方がいいかな。2回目は何もないと。これは家族写真。今より若い頃のクリス・ハケットが自分の子供であるケイレブとケイリーと一緒に写っている写真。みんな幸せそうな写真だ。表情だ。ケイリーとケイレブ・ハケットか。変わってるよね。悪くない。そりゃまあね。でも何が変わってんの？すっごく人見知りするじゃん。アシアムカン、スパチャありがとう。お、見るからに怪しい。地下通路があるぞ。おっと、こりゃ何かな。聞こえた？落とし戸かな。いや、怪しむやろ。やっぱり地下室があるんだ。だけど、なんで事務所に地下室へ続く落とし戸なんて作ったんだろうね。事務所にする前からあったんじゃ。ここはずっと前からあの人の事務所だったはずさ。いや、倉庫の類だろう。かもね。それか、火事になった時すぐ避難するためかも。いや、倉庫だよ。開けてみろ。え、何一つ見えない。とこしえの暗黒だ。大げさだぞ。そこ降りてちょっと調べてきてよ。大丈夫か？開けたやつが降りろよ。ちょっと待って、あのショットガン見たいんやけど。これ一旦閉めたらもう入れへんくなるかな。一旦閉めよう。ちょっと待って、次入りたい。やっぱいいや。ハケットさんの秘密なんて。おいおいおい、分岐確定すんな。謎は謎のままでだな。え、分岐確定しちゃったかな。下降りれへん？おお、癖になりそうな座り心地。勝手に座っ。ちょっと戻れへんかな、これ。ちょっと下入りたかったんやけど。マジか。まあ、いいや。まあ、やっぱいいや。ハケットさんの秘密なんて、謎は謎のままで。だな。ミスったなー。
おお、癖になりそうな座り心地。勝手に座ってハケットさんにバレたらどやされるぞ。リンリン。リンリンリン。おっと、すまん。ちょっと待ってくれ。死に至らぬ傷は成長の糧となるがモットーのハケット採石場サマーキャンプです。本日はどのようなご用件で？それ、ハケットさんのモノマネか？うん、ああ、うん。そうか。その通りだな。彼はもっとディランに優しくするべきだ。それで、なんだって？彼がディランに電話番号を教えるよう仕向けたい？少し難しいがどうしたものか考えてみよう。うまいな。何がうまい？ディラン、キモいなぁ。でも、下行ってたらディラン死んでたかもな、普通に。ああ、ローラ・カーニーとマックス・ブリンリーか。来なかったのはこの二人だったな。おかげで夏の間、余計に働かされる羽目になったんだ。この二人、名前が消されている。なぜキャンプに来なかったのだろう。なんでや。こんにちは、こんにちは。いや、確定しちゃったね。悲しい。ちょ、もう、待って、よし、よし、確定してるけど、もう一回調査できるぞ。ってことは、もう一回入れるかもしれん。ねえ、なんで銃が？ハケットさんからは、クマ対策って聞いてるけど。クマ？いるの？ああ、だけど、銃を怖がってるから、ここには来ないって。へえ。オッケー、事務所にショットガンあるっていうのは覚えた。触るな。絶対銃や、これ。パーティーの最中にクマが襲ってくるかも。ね、パーティー会場は森でしょ。クマに襲われたらどうすんのさ。ママがよく言うんだよね。楽しむには安全第一ですよって。そりゃきっとコンドームのことだろうな。何言うてんねん。クマとはやだな。何言うてんねん。この森の動物で一番ヤバいのは怒ったリスかな。超怖そう。わかったよ。まあ銃があるのはわかった。十分さ。かもね。この銃いつか使うことになるんか？ねえ、ちょっと鍵貸してよ。おい、ハケットさんのプライベートを覗こうっていうのか？君だけの特権だったりした？そんなわけあるか。ちょっと見るくらいいいだろ。ほら、興味あるだろ。何も触れやしないって。ったく、約束だぞ。約束はできないね。なんでこれ一回一回鍵投げるん？しくじった。あうさまるいらっしゃい。映画見たやろこれ。なんか死体ありそう。はあ。ちょっと待って、地下も行っとくか。地下行けるかな、今から。なんでそこやね。なんかこれさっきの名簿じゃない？ただの名簿やな。やっぱ下にはもう行けへんか。無念。無理よな。くぅ。おしゃれ。好みがはっきりしてるな。そうだね。おっと、おいおい、さすがに。え？拷問部屋じゃん。
ってたんだ、キャンプ場。監視カメラや。俺たち覗かれてた。まさか。そんな、いや、ハケットさんが。映ってるのはキャンプ場周辺の森の道ばかりだ。夏、こんにちは。だね。ほとんどのカメラはキャンプ場の外を向いている。子供が映るとしても森に迷い込んだ時くらいだろう。つまりこれは安全対策だ。安全対策？不測の事態に備えるために仕掛けたんだろう。例えば？ビッグフットが現れたとか。ハケットさんがそっち系の人だったとは。ポッドキャストの趣味が合うんじゃないの？秘密の趣味だな。金もかけてる。ま、他にやることがないんだろう。シーズンオフのキャンプ場って超寂しいだろうしね。ああ。だけどさ、どうして隠し部屋なんて面倒なことを？しかも秘密の扉まで作ってさ。ほら、秘密っていうわけでもないさ。これはただこっそり。それを秘密って言うんじゃん。怪しいね。メジャー級の怪しさ。否定はしないけど。匂う。怪しい匂いがプンプンするよ。ディーラン、俺たちには関係ないことだ。気になるなら明日本人に聞けばいい。気まずさが気にならないならな。そうだね。聞いてみる。じゃあ、俺はこの秘密基地から出る。ごゆっくり。あ、今秘密って言ったよね。マジか、一人か。残されちゃった。マイクもついてるぞ。誰かと通信してたんか。マイクいらんもんな、絶対。あ、なになになに。うわ、消された。見間違いか。スナイパー親父やん。スナイパー親父やん。見間違いなわけないやろ。画面消えたやんけ。手紙や。ん？マックス・ブリナーなんで開かへんね。マックス・ブリンリー、ハケット採石場、サマーキャンプ、ノースキル、ニューヨーク州。ああ、これはよくわからん。これは？あ、キャンプ場周辺の地図か。怪しすぎる。やばいな、これ。とりあえず何もないか。他の部屋を見よう。なんで携帯置いてった？あ、充電しとくからか。なんちゅう顔出てきてんねこいつ。顔芸がな、いちいち。シャレにならない感じのやつだ。え、誰かおる。触らない方がいい。何これ、ピストル。つまんないしね。ナイフ今の。ちょっとこれ何か見えへんねんけど。注射やん、薬やん。ハケット薬やってる？いや、薬やってそうな感じやったもんな。あの車壊れた時叫び散らしてたやん。それだけかい。ベッドや。ベッドで寝てんな。ほこりすごいけど。ほな、もう下降りるか。特に何もなさそうやしな、もう。で、帰ったらどうするか決まったの？進学？いや、決めてない。だよね。彼女は？いや、それは。じゃあ彼氏？え？フリーのみさ。そう、うん、そうなんや。俺もさ。ライアンは男が好きなんや。それで充電は？え、もしかしてディランも？多分大丈夫かな。え、何この空気。確かめたいか。
念のためあと 1,2 分待ってよ。え、何この空気。うん、満タン全然やん。もうちょっと続けるか。でも何もないけどな、多分全部見たやろ。いや、ないな。行きますか。で、秋からスクールに通うとしてさ、専攻とかは。今はそこまで考える余裕がなくて。じゃあ将来何をするかも決まってないってこと？もう充電できたか？この笑い方がな。うん、あともこいらっしゃい。スパチャありがとう。パーティー行こう。あ、終わってる。よし、行こう。こいつらすぐ物掘るな。ポン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 。どうも。一緒に映画見てるみたいね。画質めっちゃ綺麗し。ハケットウッズ、ハケットの森、そのままやん。ハケットさんのチェーンソーがあればすぐなのに。子供たちがいないとすごく静かね。好き放題だったからね。アビーがええ子やねんな、すごい。絵画教室はうまくいってたじゃないか。え、なんかいい感じやん、この二人。見てたの？通りかかってさ。あの小屋は道からかなり外れてるけど。ああ、その近道があるんだ。あ、この二人いい感じなんや。ニックとアビー。どっちに行こう？決めてくれる？ああ、気を集めてんねんな。ロッキーロードやろ。遊歩道なんか歩いとばいちゃう。ロッキーロードや。険しいんやろ、こっちの方が。うんうん、いい薪あるかも。いい薪？そ、燃えやすそうなのとか。アビー身長130センチぐらい。待って、確かにちっちゃいな。あれ、なんかめっちゃちっちゃく見えてきたぞ。小人に見えてきた。あと少し。いや、150ぐらいちゃう。でもさすがにちょっと130に見えるけど、身長差ありすぎやろ。え、ちっちゃくね。え、すげえ違和感を感じるんやけど。ちっこアビー130センチか。この音楽著作権大丈夫か。なんでこんなノリノリなん。待って、小人やんアビー。 Poor Japanese people。 Poor ってどういうこと。こんにちはってこと。ハロー。デンジャーやん。デンジャーフォーリングロックス。石が落ちてくるぞってことで。大丈夫かな。大丈夫かな。怖いの。いや、君は？別に。アビーは結構好奇心旺盛やねんな。もしくは男の方が2メートルある。どっちかやな。ん、これ右か左か。こっちでいいんじゃない。マキなんかその辺落ちとんじゃん。吊るされた男？釣られた男かい。このカードが意味しているのは幸福、そしてそれによって得られる新たな視点だね。状況をよく見極めな。時にはね、あえて敗北を受け入れることでかえって道が開ける。はあ。じゃあなんか次戦いあったら負けるか。そういうことやろ。これは繋がっとんか、さっきの道と。ちょっとこっちも行きますか。いや、俺石落ちてこんか。大丈夫か。薪って大体この木がいっぱいあるところに落ちてんねんよね。ここはでも絶対ないな。草やし。プアは貧しいとかセミ。あ、差別用語。大丈夫よ、落ち着いて。石落ちてきてん。ハロー言うてもだわ。キモ、あいつ。プアジャパニーズピーポー言ってたな。
貧乏人日本人って言うとぶっ飛ばすかあいつ、さっきのやつ。本当にホラーゲーなのか。いやホラーゲーよ、ホラーゲー来るよ。は？え？今石コツコツ押してきたぞ。消した、ありがとう。道徳心のかけらもないな、さっきのコメント。道徳の授業教えてあげたいわ、さっきのやつに縛りつけて、あの椅子に縛りつけて、で分かるまでビンタする。考えたりするかい？それって死後のこと？深刻ね。じゃなくて将来。まあ時々はというか、いつも嫌になっちゃう。わかるよ、僕はこう思ってる、成り行きだって。気当たりばったり、なるようになるさってこと。すべては起こるべくして起こるってこと。つまりそれは運命とか。いや運命やろ。まあそう言っていいのかよくわからないけど。うん、運命って言葉は便利ね。ロマンチックやな。どうして？だって全てがあらかじめ決まっているなら、何かひどいことをしてもこれは自分のせいじゃない、だって全てはあらかじめ決められていてどうしようもないのって言える。ああ、そう考えたことはなかった。でもあなたがそう信じてるなら別にいいの。いい感じじゃなくなってしまった、うん、そうね。ええ、ああ否定しちゃった、否定されちゃったか。ニックは何も考えんと生きてるってことやな。そういうことじゃない、全てなるようになるさって感じで生きてるやん。お、こっち小人前うろちょろすんな。ちょっと待って、こっち行きたい。ちょっと小人のこいつマジ邪魔やな。こっちなんかある？これ、なんや、行き止まりか。なんやねん、この道作んなよ、こんな無駄の位置。一周回っただけやんけ。もうずんずん進んでいこう。なんかこっち左にも道あったけど。コネーム、アイスクリーム20個ありがとう。アイス食いたなってきた。ここ知ってるわ。え？こっちを持ってて。ああ、綺麗な湖、カメラか。イーダヨン、イケメンありがとう。何これ、スケッチしてやすの。見てこの景色。どういう感情。いいなアビー、いいな。僕を描いて、いや邪魔するな、お前そんな邪魔するな、真剣に描いてない、バカ人が。本当に素敵だでええねアビー、素敵だよ。おお、それで、別にこれくらい。ほら、嬉しそうにしてる。簡単なスケッチだけど、絵にしておけば思い出すのに役立つの。いいな、このデート中絵描き出すの。俺もやろうかな。そうかも。俺もこれやろう。誰もが自分の才能に気づけるわけじゃない。あなたにも才能があるわ。どうかな、奥には。わからない。え、なんかこの二人ええな。ちょっとダメオ感あるけど、ニック、アビーがいい。絶対邪魔せんでよかった、マジで。ふざけるな、こういう時に。
何も分かってないニックは。ほらかわいい。え？今の何？ん？気のせいだよ。そこに何かいるわ。豚？豚じゃない？ほわほえ。え？あれ？いや待って、ウリ棒じゃないこれ。いや赤ん坊だ。母イノシシおったら危ないよ。これイノシシの子供やろ。母イノシシおったら危ないよ。すっごく。これウリ棒やんな。ちょっと待って。いやあかんて、母親来たらマジやばいぞ。いやアビーを守る、アビーを守る。うわほら。え、何してん、何してんの。え、何これ何これ何これ。え、息を止めるヒントってきた。危険な状況だ。君は今正体不明の獣に追われている。はい、音を立てるな。息をすることも許されない。オッケー。死んでいるふりをして獣をやり過ごせ。生きていない獲物には興味を。いや待って、アビーを守らなあかんなこれ絶対。迫りつつある危険を察知するには視覚的な変化や音の変化に注意する必要がある。やり過ごすことができたら逃げ、隙を見つけ全力で走るんだ。いやここで途中で息をしたり逃げるタイミングを間違えたりすれば獣に獲物だと気づかれてしまう。そうなったら待っているのは最悪の事態だ。これでも死んだふりしてたらアビー危なくない？息を止める。いや待って、息ゲージあるやん。どけよイノシシ、蹴っ飛ばすぞお前。今だ。いやミスったかも。お前おるやん。え、大丈夫これ。え、よ、え、まったく死ぬかと思った。なんで襲ってこんの。死にかけたんだからね。そうね、ごめんなさい。あ、笑ってんねんお前も。かわいいイノシシだった。絶対危ないやろ。いや明るく行こう。ここはあの母親今頃旦那に怒られてるよ。なんでメスってわかるの。顔には自信がある。えー、僕を狙ってた。ポジティブ。可愛い彼女ができたわね。ちょっと怒りっぽい。アビーの髪の毛バグるんやけど。なんやろこれ。やたらうねうねするんやけど。俺でもこれで爆笑されたら俺ちょっとキレてまうかもしれへん。さすがにイノシシを襲われてあんな爆笑されたら。いやどうやろ、割と死にかけてるからな。ちょ、アビーの髪の毛なんでこんなピクピクすんの。引き返そう。アビーの髪の毛ずっとピクピクしてんねんけど。え、なんかおるんちゃう後ろ。クマは背中。絶対笑えへんやんな。絶対笑えへんよな。え、大丈夫？って言うやろ。